そして例えばこの箱根の火山が活発化したとき、人が入れないところもどんな状況なのかというところを調べるためのドローンを開発できないということで知恵を絞っていただいて、日本ドローンコンソーシアム、これは実はずっと遡りますと遠隔としては、2012年にミニサーベイヤーコンソーシアム、ですからもう有人ヘリコプターを飛ぶ必要ない、無人で、すぐ災害が起きたらすぐ飛んでいって、状況を把握をすると。そもそもなんでこのドローン前提社会っていうキーワードが選挙に入ったかっていうのは、裏話で今度お話しますけども、知事がですね、3月に選挙された時にですね、この冷蔵を使って、次の神奈川を考えたいということをおっしゃっていただきましたので、そのことを、まずお話しさせていただきたいと思います。あれはドローンで撮ってます。ですので今のテレビでですね、大体もうドローンは前提にされて、番組構成されているのかなと。エアロネクストは、まさに黒岩知事が提唱されているドローン前提社会と新しい空域の経済化をビジョンに掲げるドローンの機体フレーム技術の研究開発のスタートアップです。弊社は、ドローンを使ったバーチャルツアーを通じて、患者さんの生活の質の向上を図っている、ちょっと今までとは経営の違う会社になります。バーチャルツアーを、ドローンを使った映像でリアルタイムで患者さんのいる、体の不自由な方主に対象にしますが、にお届けするサービスと、私たちはですね、観光とドローンという枠組みでお話ができればなと思います。ドローン空撮から考える地域の新たな観光地化というようなテーマで話を進めていきたいと思います。なんでドローンの、空撮ってすごく綺麗なのかなって思いますと、やっぱりいくつか要因があるかなと思っていて、だから150メーター未満の飛行というのは非常にポイントかなと思っています。飛行機って皆さん知ってるかもしれないですけど、150メーター以上じゃないですね。なので人が見たことある景色って地上数メートルからか、もしくは150メーター以上からで、ドローンはどういう言葉かっていうと150メーター未満なので、人類の地上をここを使った、視点っていうのはなかなかないっていうのが一つポイントになります。で、これはもしかしたら、観光の開拓に使えるんじゃないかなということで、うちでは3年前から4年前から自治体さんに向けた、空撮コンテンツの提供をしています。黒岩知事が、神奈川県をドローン前提社会にするというのは力強いメッセージを出されたときに、どんなにこう楽しい社会が来るのかなというふうにこうワクワクするとともにですね、一体どんな街づくりをしていけばいいんだろうというふうにも感じたものでございます。やっぱりドローンの制作の方に興味があるっていう方がすごく多くなったところで、知事もすごくその時からもう全力で応援しますってことをおっしゃってましたの で、その中でじゃあ大学のアカデミアとしてできることと、県としてできることと考えた時に、じゃあもう県をもう一つのテストベッドにしちゃおうっていう発想で、神奈川って日本の宿題だよねっていうところからスタートして、大都市もあれば田舎もあったりとか、土産の農地だったり漁業だったりとか、そういう、日本の、いろんなこう縮図ができるよねっていうところから、テストベッドにするっていうことで、モデル事業を始めようっていうこと、それからもう一つは、神奈川をそのいわゆる産業集積地にしたいっていうことがあって、もともとは圏央道が相模川沿いに通ってるんですけども、これそのものしちゃうと多分物流倉庫だらけになっちゃうんですよ。でそういったところを例えばその物流倉庫だけじゃなくて産業創生にも使えないかっていうところで、最初はその相模の例えば JAXA さんがもともとあったそのサプライチェーンがあるんですけども、それをもう少し展開して、自動運転車両だったりとかロボットだったりとかドローンに使えないかと、でそれで、ドローンもそこにちょっと重点を置いてやっていきましょう、こういうお話をさせていただいたのが、最初のきっかけ。